大阪キャズの、青木真希子展、アーティストトークですね、作家の青木真希子さんがこちらで、私は、今日は聞き役ということで室井と申します。こんにちは。というかなんかうちわばっかりになってるけどぼーっと話がうまくできるのかどうかちょっとよくわかりませんが、まず青木さんはずっとキャズでこれ何回目になるんでしたっけ。で何回、4回目です。毎年1回ずつぐらいやってきた。はい、毎年1回くらいのペースで作品で発表してきたいただいてます。はい、で今回はこのハガキにあるんですけど、はい、これちょっと面白い文章だなと思ったんで私を見たいなと思う。本人が読んでくれる方がいいかも分からへんけれども、はい、青木真希子展ポイントっていうタイトルがついてるんですね。はい、でこれはご本人の文章なんですが、この夏デンマークの小さな村で2週間ドローイングに専念する機会を得た。最終的にピントが合ってきた対象は農場で見た搾乳される牛の乳房だった。今回はその時の感覚で作業してみたい。目をつむって内側から探るような的に向かって弓を引き絞るような感覚でっていう、これかなり詩かなっていうぐらい詩だなっていうぐらいのいい文章だなと思ったんですけれども、デンマークはそもそもどうしてデンマークに行ったんですか。アートワークショップ、うん、インターナショナルアートワークショップというのがありまして、うん、デンマーク人の作家さんが多分最初に始めたのかな、うん、デンマークで、まあ、20年くらい続けてるワークショップらしいんですけど、うん、世界のいろんなところ国からアーティストを呼んで、うん、一箇所のその町に町村、もともとはブランネっていう町地方の町で やってたアートショップらしいんですけど、うん、ちょっと3年前からグラッドスタートっていう村に場所が移って、そこでもう3年やってきた、やられてる。はい、それはどうして行こうと思ったの。知り合いの作家さんが大阪の方なんですけども、アーティストインレジデンスをされてて、ご自分のアートベースになるっていうところの北村さんっていう方なんですけども、うん、そちらでいろんな国のアーティストとこう連絡を取って招いたり行ったり自分が送り込んだり、うん、こう交流をして交流を、はい、うん、アーティストインレジデンスをされてて、うん、まあ、その方と知り合いだったんですけども、うん、もう5、6年前くらいかな、初めて知り合ったのは。その時から、まあ、私はちょっと外国で滞在政策とか発表っていうのがしたかったんで、うん、いろんなところに行きたい行きたいって言ってて、うんうん、まあ、そのまま5、6年過ぎた頃に、うん、いきなりこんな話があんねんけど、うん、行くかっていうふうに話を持ってきてくださって、はい、うん、そのアートショップは特に審査とか公募とかそういう感じではなくて、そのアーティスト個人 その知ってる作家をそれぞれ推薦するとかいう、うん、まあ、個人的なつながりが結構大きな。向こうに核となるアーティストとかいてはるわけ。核と、はい、いらっしゃいます。そうですね、その核となるアーティストと多分町とか村も巻き込んで、うん、助成金も多分っもらって、はい、運営した、はい、そうですね、主にその住民の、うん、現地の住民のなんか協力ボランティアっていうか、うん、まあ、その住民の人にとっても年に1回のイベントとして楽しみにしているみたいな感じで、うん、アーティストが各国からやってくるっていうこと。来て、そしてみんなでお世話する、うんうんうん、はい、何人ぐらいのアーティストが来てはったんですか。今回は12人、はい、参加国は、参加国は、まあ、デンマークからお二人、うんうん、そしてドイツから1人、うん、ポーランドから2人、うん、そしてブラジルから2人、ブラジルは2人、はい、そして日本から4人、
青木さん入れてるように、はい、でハンガリーから1人ですね。あ、結構でもヨーロッパだけじゃないね、アジアはまあ日本だけだけど、そうですね、ブラジルとかもう、あのいろんなところでアートワークショップやって、うん、そこでこう知り合いになった人からどんどん、うん、お互いにこうつながっていってる感じみたいですけども、うん、まあ、結構日本も好きで、日本でも何度も、うんうん、その北村さんたちだっけ、はい、つながりもあるわけだから、はい、日本人も多いってことだよね。そうですね、うん、日本人多かったですね、うん、あとやっぱり日本人ちょっとそういうところに行くと孤立する傾向があるから、ちょっと多めに取ってくれてるのかなとか、そういうまとまれってことそういうこともちょっと考えたりしましたけど、うんうん、写真を前から撮ってきてて、その時の様子っていうのは見ていただいた方がいいんじゃないですか。そうですね、これ牛ですけど、はい、すみません、ちょっと順番がこっち、あ、こっち、ね、こっち画面に向かってやっちゃうのねどんどんちょっと戻ってた方がいいの、どっから始めた方がいいのか。始まりがね、もっと今その村の風景とか、これ一番右端の下から始めた方がいいんじゃないの。そうなの、その一番下、右下、そこから順番にいってるでしょ、どうも。これは村の教会ですか。そうですね、はい、村の教会です。なんて名前だっけ、その村。あの、ブラッドスタッド。ブラッドスタッド、はい、あのデンマークはあのドイツと地続き の、 あのユトランド半島というところと、あとはその島、うん、いくつかの島で、うん、あのできてるんですけども、島の方に大き一番大きな島の方にあのコペンハーゲンっていう首都があって、うん、この島、この村はどこにあるの。この村はそのあのドイツとヨーロッパと地続きでつながってる方 の、うんうん、あのほぼ中央にあって、コペンハーゲンからだから特急列車で3時間くらい。あ、結構遠いね。はい、もうすごい田舎。田舎ですね。割合あっちの、私デンマークは行ったことないんだけど、結局割かしフラットでしょ、ずっと。フラットです。そうですよね、はい、山がないですね。ないよね。あの全体的に標高が低くて、うん、あの一番高いところで海抜173メートルとかそんなんらしくて、うん、ちょっとした丘がもう向こうの人は山とか言ってきたから一度あのデンマークのアーティストが日本に来た時にちょっと日本の山の温泉連れて行ったことがあったんですけど、うん、やっぱりすごいこういうのは、うん、見たことない、初めてって言ってましたし、まあそうでしょうね、あの辺はね、本当にあのなんか平らですね、うん、あ、こっちで、こっちもう買ってあげようか。でも面白い教会、可愛い教会ですね。それもなかなか。そうですね、ちっちゃいしね、やっぱり村の中心に教会が、うん、これが中心なの。うん、これが中心なんです。うん、あれひっくり返ってますね。ごめんなさい、ちょっとたくさんあるんで送りますけど、うん、猫が映ってますね、はい、まあ、牛が映ってますね、はい、デンマークは、まあ、主なる農業というか中心産業が乳牛だよね。酪農ですよね、うん、でもなんか意外にその酪農の歴史が浅いっていうふうに、うん、あの聞きました。あの100年くらい。あ、意外に浅いね。そうそう、北海道くらいじゃない、日本。そうそう、もともとあの穀物とか作ってたんだけど、うん、そのロシアからとか安い穀物が入ってきて、うん、それでまあ、 あの国の産業をこれからどうしようっていうふうに考えた時に、まあ、寒冷な気候とかそのフラットな地形を生かして、うん、生かして、じゃあ酪農国になろうということで、あの技術者をいろんなヨーロッパのいろんな国にあの派遣して、あの例えば有名なダナブルーっていうあのブルーチーズだったら、うんうん、あのフランスのロックフォールの製法を真似て作ってるらしいし、まあ、そういう、あ、なんか洗濯物が外に落ちた、はい、のどかな感じがなんか店とか全然ないね。店はあの雑貨屋さんが一軒
あるだけで、あ、本当にめちゃくちゃ、はい、あれやね。村の中心は教会とあと学校、うん、なんかほら18世紀ぐらいの映画でショコラとかいうのがあったじゃん、村にやってきてショコレート売る店、 あれみたいな感じ、こんなんやった、こんな感じやったけど、あれはフランスの田舎やけど何にもないっつ、うん、まあ多分そんな感じやと思うんですけど、これが学校、うん、あ、でも結構学校はきっちり立ってるみたい、ちょっと順番がどっから、はい、はい、まずですね、あのデンマークでそのグラッドスタッドで私たちが滞在してたのはその村の中心の学校、小学校です、うん、小学校に、2週間いた、はい、うん、あの小学校は夏休みなんで、あの学生はいないか、はい、授業してないんで、うん、教室が空いてるんでその教室に1人ずつアーティストが寝泊まりするという、うん、なるほど、寝泊まりしてそこでアトリエもできるってことね、はい、アトリエは別に体育館、養生した体育館をこう分けて、はい、分けて使わせて、それは別に廃校になった小学校とかってわけじゃないの、違います、あの、うん、夏で夏でも休みだからバカンス中だからってこと、はい、本当にあの日本の小学校みたいな感じで、うん、机と椅子をこう掃除の時間みたいに後ろにガーッと集めて、うん、そして空いてるところにベッドメイキングした、はい、マットレスがポンポンと置いてある感じで、まあ、人によって視聴覚室で 寝てる人もいたしっていう感じ で、まあ、すごい手作りな感じの滞在でした、うんうんうん、そんなアーティストはすごいホテル用意してとか、うん、そういう感じじゃなくて、うん、もう村の人のみんなの持ち寄りっていう感じで、うんうんうん、あの食事も1日3回出たんですけど、うん、あのその学校の食堂で村の人が当番決めて、うん、作ってくれはる、はい、朝昼晩と作りに来て、うん、それで一緒に食べるというような生活でした。この学校の生徒さんは休みだけど遊びに来るってことはない、はい、遊びに来てますね、うん、あのそっちやねあの、はい、あの子供だらけでした。子供だらけ、はい、じゃあ制作してる時に子供が寄ってきたりとかってことは、はい、もう普通に村の人も、うん、そのオープンキャンバス、オープンキャンバスじゃない、うん、オープンアトリエみたいになってて、うん、あのちょろちょろ見に来はりますし、あの、うん、私の隣はドイツ人の、うん、30代くらいの作家さんだったんですけども、うん、まあ、彼女はすごくナーバスになっていて、うん、その人が絶えずこう出入りする環境では私は作れないって言って、うん、あ、なるほど、あのほとんどいませんでした。どこ行ってた人がこう動く時間帯は消えてるわけ、部屋にこもってそしてそろそろ来なくなったかなという時間になったら出てきて、夜になったら出てくる作ってましたし、さあアーティストさんによっては見られたくないって人もいるもんね、きっとね。そうですね、うん、あの私最初来て、うん、その制作環境、ここが制作室だよって言って案内された体育館を見て、うん、私はやっぱりその美術大学のことを思い出しましたね、うんうんうん、大学の時の共同のアトリエみたい、はい、共同アトリエみたいやし、うんうん、ちょっと正直言って帰りたいと思いました今更学生みたいにこうやってなんかできんのかなと思ったの、うん、することに何の意味があるのかなっていうふうに思ったし、うん、あとその材料なんかでも、うん、あのここに住んでたら自分の必要な色とかすぐに買いに行けるんですけど、うん、向こうだったらやっぱり普段使ってないものとかで我慢しなくちゃいけないこともあるし、どれか行くバッグは持ってったの日本から、みんな、はい、私はあのもうドローイング2週間しかないから、うん、もうドローイングだけに専念しようと思って、うんうんうん、色鉛筆とか墨とか、うん、ああそういうものそういうものはとかできるように、はい、あと私蛍光色を使うんで、うん、蛍光色の色鉛筆とかそういうものは多分手に入らないんじゃないかなと思って、まあ持参したわけ、はい、持参しまし
ったし、うん、他のアーティストはもう結構いろいろその、まあ、持ってこれるものを持ってきて、はい、あの生き慣れてるみたいなんで、うん、大抵の人はすごい大荷物を抱えて、うんうんうん、自分 の, あの荷物、まあ、それと、まあ、一般的に制作型ってレジデンス型の場合はそこのものを使って何か作るとか、うんうん、そういうアーティストが多いわけでしょ。大体そうでもなかったの。そうですね、やっぱり2週間ってすごい短いんで、あ、まあね、うん、みんな普段はいろいろやってるみたいだけど、うんうん、今回はペインティングの人もいたし、うん、なんか版画もやってる人いましたね、うん、あ、版画もやってる、うん、あと水彩とかなんか、うんうん、まあ、平面の、うん、をほとんどの人がやってました。だいたい平面作家が多かったってことなんですか、たまたま。平面作家というわけじゃないけど、みんながそうなった感じ、うん、そうですね、あのそこではとりあえず今回平面みたいな感じでした、うんうん、なるほど、うん、あのポーランド人の作家とかは自分の車で来てたんですけども、うん、その自分の国でやりかけの仕事とかを、うん、いや持ってくる、積んで、なるほどね、近いしね、うん、はい、なるほど、山盛り積んで、山盛り積んでやってきた、ね、そしていきなりバーッとこう広げて、うん、できたものをバーッと張り出してたから、うん、結構何もない人にとってはこうプレッシャーになったね、はい、どっかなんか食べてる風景とか映ってたんじゃない、それが見せたかったんじゃないの。あのごめんなさい、ちょっと写真の順番があれなんですけど、この辺はあの村の人がいろいろ私たちもてなしてくれて、うん、その近くの町の美術館とかにも、うんうん、連れてってくれはった、くれはったんです。これは何、水、これ水です。目についたものが映ってるの、はい、これがシケルボーっていう、はいはいはい、その村から車で1時間くらいかな、うーん、のところの、まあ、現代美術館ですね、うん、もう本当に日本の美術館とあんまり変わらない。結構でも綺麗ね、綺麗ですね、綺麗な感じですね、うん、緑がいっぱいあって、季節的にあの6月の終わりから行って、うん、そこから2週間なんで、まあ、ヨーロッパでベストシーズン、まあそうですね、いい建物よね。これはあのオーフスって言って、うん、あのデンマーク第2の都市、うん、コペンハーゲンに次いで の, あの大きな都市の現代美術館なんです。全部見てもグケハイみたいに、そうね、グケハイみたいですね。同じ建築家かな、うん、あの上がデンマークの作家のオラファーエリアさん、ああ、そうよね、うん、の大きな作品が、その辺はかっ飛ばしてその村に行けへんの。そうまあざーっと流していきますか。ざーっと流しますね。もう順番出ないみたいに、ごめんなさい。本人が映ってましたね。もう空綺麗ね、でも。はい、町がね、町が綺麗ですね。これが間違いね。真ん中からも見えて、まあその美術館。いよいよこの辺ぐらいか。いや、これはね、その美術館に行った時に、ああ、みんなついでにそのオーフス出身の作家がいたんで、うんうん、その人のアトリエを見学させてもらったんですけど、あのアパート一つに、アーティストが30人、へえ、多いね、はい、それぞれ安い値段で間借りしてて、借りてはると、うん、まあ、そこに見学、そしてピクニックで、まあここはこれは内部やね、そのアトリエやね、はい、あの一番奥にいる彼女なんですけども、うん、デンマーク人の女性作家さんで、うん、あの60歳くらいです、うん、まあ、私は関係ないけど版画を結構しはるみたいで、綺麗な人ねブラジル人なんですあ、ブラジル人これプレスキーとか言ったはって、うん、これはもうそのレジデンスに来てた人々の作品、これはレジデンス、うん、みんなレジデンスに来てる、こっちやったよ、だからマッチャで、まあこれ隣のなんか、あ、若いアーティストかなみたいな人の部屋もついでに映したんですけど、ちょっと順番がこれ、うん、私の作品やね、場所ですね。
向こうで制作したドローイングですね。はい、そうです。今回はこのそのドローイング全部は出てないんだよね。一部ここにいたやんぐらい。はい、一部あれあのピンクのやつと、うん、そのブルーのこれですね。はい、はがきのこれはないんですね。そのはがきのやつはあの置いてきてしまったんです。あ、向こうへ。はい、それをはがきに使うなという話なんですけど。あれは、ま、置いてきたっていうのは誰か欲しいって言わはった。プレゼントを、うん、してきました。あ、そうなんだ。はい、あのこれはそうです、あの牛の搾乳、搾乳風景やね、これ、はい、これがだからこの文章の元になったファーストなんでしょ。そうです。初めて作った作品ってこと？そうでもないの？向こうでは、うん、初めてではないですね。ないけど。でこれがレジデンスのメンバー？そうです。まあ結構比較的年配の方から若い方までいろいろですね。そうですね。めっちゃ若い人はいない。は、いないけど、うん、めっちゃ若いってなんかもう20代はいてへんっていうこと。まあ30代から60歳まで。うん、結構キャリアがありそうな方が多い。そうですね。で、うん、みんなやっぱりその学校の先生が多かったですね。うんうんうん、大学の講師、うん、もしくは高校で美術を教えてるとか、うんうん、あと自分で教室やってる人、うん、みんなやっぱりその何か仕事しながらが普通みたいです。これは小学校？これ小学校です。へえ、2階建て？はい、2階建てです。かわいいね。最後木造なわけないか。レンガ作りみたいに見える。へえ。最後はあの発表、あ、一応みんなの作品の発表、うん、はい、その制作した場所で。あ、ちゃんとバスケットボールのゴールがありますね。そう、これ体育館のこと ね、 ね。あ、じゃあ制作してたところで発表もしたってこと。そういうことです。なるほど、うん、すごくまあ手作りな感じですね、うん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 。まあ、ポーランドの作品。ポーランドで足長いな。はい、綺麗な綺麗な方ですね。はい、日本人のアニメーションとか、まあ、アニメの人もいたな。はい、あ、確かに平面作品多いね。はい、そう、みんなほとんど、うん、平面で。これ日本人の作品です、うんうん、これも日本の方です、名古屋の方なんですけど、うん、ハンガリーの人ですね。ドイツの方ですね。ナーバスになってた、うん、ナーバスになってた人私のところですね、うん。はい、今回出てるのこのうちもに、あ、この真ん中の2点ぐらい、それそうですね。ピンクのやつです、うん、なるほど。あ、そう、うん、だいたいこの辺りいいですか、デンマークはの写真は。そうですね、はい、はい、ご飯食べてるとこが出てけんのかさっきはやたらそれが出てきてたけど、牛の、うん、最初この辺の牛の本当に乳って感じから始めて、大体、うんうん、そのちょっと元に戻ると、はい、そのデンマークに行って2週間いたけれども、はい、2週間のうちのまるっきりベタッと2週間いたわけ。そう、ベタッと2週間いたわけね、はい、でそのじゃあ最初何書こうかなってあんまり何も考えずに行ってるわけでしょ。そうですね、うん、とりあえず、うん、普段、うん、その前からやってたその私銭湯を変えてたんで、お風呂屋さんのイメージがね、銭湯の構図とか、うん、なんか自分の資料は一応持っていきました。うんうんうん、だけど銭湯の作品をそこで描いたわけじゃないんでしょ。最初に最初描きましたね。ちょっと描いてた、はい、あの最初全く無から始めるっていうのはできなかった。難しいんで、まあ自分の持っているものを最初やってたんですけど、まあ、やっぱり違うんですよね、うんうん、向こうでやってても、うん、なんか違うなと思いながらやってて、うんうん、それでまあ、 あの線を引いたり消したりという、うん、そういう感じで全然作品ができなくて、うん、まあ、そのまま1週間くらい1週間くらい経った、本を読んだり、 読んだり、うん、こうあまり作らずにずっと何か降りてくるのを待ってるっていう感じで1週間くらい
過ごして、でまあ周りの人も結構心配してたんですけど心配してくださってたわけ、はい、何も作ってないけど大丈夫かなっていう感じで、うんうん、でまあまた村の人がその農場見学に連れて行ってくれはった、うん、まあ、そこでその搾乳されてる牛を見て、うんうん、なんかちょっとうん、なんかちょっと集中してきて形になりそうな感じになってきて、うん、それでまあその農場主の人が自宅にその後招いてくれはって、うんうん、で、まあ、その自宅の雰囲気とかもまたなんか思うことがあって、うん、それがなんかすごい立派なお宅だったんですけど、うん、立派というだけじゃなくてなんかうん、教養とか知性とかそういうなんか豊かさみたいなのがすごい凝縮されているようなお家で、インテリアとか見てても、うん、それでアートが本当に好きみたいで、うん、絵が飾ってあって、うん、そして酪農の富みたいな、そういうのの恩恵みたいなのがすごい感じられたし、うん、そういうのをちょっとそういうのをちょっとミルクに絞ってこようと思って、はい、こう絞る感じで凝縮した感じ、はい、でその時からこう牛のチーザーを描こうかなと思ったの、はい、うん、それってじゃあ毎日見に行ったんですか、それからは。いえ、見に行ってないです。その時だけ1回だけです。だからその写実的にスケッチしたわけではなくて、うん、まあ見て分かると思うんですけど、うん、まあ、牛の乳ってこんな形してないし、うん、いやまあ生見たことないからイメージができるようでできないけどねこれも本当にその、うん、イメージ、うん、ですね、うん、これドローイングって描くのどれぐらいの時間かけてるの？1枚時間で割られへんかもから、結構の作品数あったよね。で1週間何もできへんかって1週間で頑張って描いたいのこと並行して、うん、集中したら本当1日2日とかで描けますね。結局何枚ぐらい描いた？何枚ぐらい描いたよ。結構、うん、20枚くらいですかね。それって自分のペースとしては多い方少ない方？ドローイングの、ドローイングは私は実はあんまり好きじゃなくて、うん、タブローの方が好きなんです、うん、こう一枚の絵にこう集中していく方が、うん、はい、かぶせていく仕事が好きで、うん、もっと、うん、ドローイングした方がいいとはいろんな方に言われるんですけども、うんうん、ドローイングちょっとめんどくさいっていうか、めんどくさいあんまり好きじゃなかったんで、先生に怒られそうでめんどくさいって言ったら今日は私が信濃橋画廊のこれ何人か行きはったやろうけど、兵庫県立県立美術館で信濃橋画廊が寄贈したコレクション展に行ったんだけど、はい、すごい中橋勝茂さんと奈良道道義友さんがドローイングをだからやり合ってて、なんかね、面白い、行かれた方読みました？中橋さんと奈良さんの手紙が、奈良さんがですね、はい、ともかくドローイングせよと、うん、中橋さんに指令を出して、うん、はい、中橋さんたらドローイングをしたことないとか言って、はい、2人でやり合ってるんだけど、はい、だから相当数のドローイングの数をお互いやってて、50枚ぐらいかな、のうちの1枚1枚なんですけどね。やっぱこうすごい面白いんだよね、そのやり取りみたいな、ドローイングのコラボレーションみたいなのがこうしてて面白かったりとか、最近ドローイングっていう意味では日比野勝彦展に行ったら、はい、日比野さんが、私あんまり日比野さんのこと
ずっと見てたわけじゃなかったんだけど、うん、岡本太郎美術館で日比野和彦さんの個展をやってたんだけど、はい、ともかくホテルにこもって、はい、フランスの部屋のホテル一歩も出ないと、うん、3日間、はいはい、自分で貸してしまって、うん、そのホテルにいるところのものを描く、うん、自分の目に入ったホテルの中のもの、うん、例えば蛾が舞い込んできたらその蛾とか、蝶が舞い込んできたら蝶とかでもいいし、この水とか、うん、これとか、うん、やったら書いてて、それも3日間だから3日間で200枚ぐらい書いてる。確か200、3日間で200、200ぐらいあったと思うけど、これはすごいな。やっぱ面白いよね、ドローイングするって見てたらね、うん、一つ一つこう誰その人の思考が見えてくるから。そうですね。でその意味では今回はドローイングは牛に絞ったわけでしょ、はい、うん、牛って言ってもやっぱり、うん、デンマークってうん、農業国やったから牛っていうわけじゃなくて、うんうん、私もともと自分のっていうか女性の胸とかモチーフに、うんうん、してましたよね、おっぱいとかね、してたんですよね、うん、やっぱり自分の中にあるものをこう、うんうん、外へ向かって見せたいみたいな。じゃあ外へ向かって自分が見せたいってことではなくて、ではなくて、うん、なんか一旦外へアウトプットしたいってこと。いや、自分の中にあるものしかこう、うん、見つかない、うん、っていう、まあ、自分では見られへんしね。そうです、ね、それはね、うんうん、結局でも、まあ、そこに行かへんかったらこれは出てこなかったんだろうけども、やっぱり自分の普段考えてるものとか関心のあるものしか見えてない、うん、まあそれは当然そうですよね、うん、人はね、というところと、やっぱり場所が変わって、うん、新しいものを入って見たっていう、例えばもともとほら太ももとかおっぱいとか書いてたやん、はい、でそっから銭湯に行ったでしょ、はい、シリーズとしては、はい、家族、去年の作品はこれちょっとその2つ2点そうですけど、自分のご家族でしたよね。そうですね、だから割合自分のご家族だったりとか、ワンコちゃんの絵とか亡くなったワンコちゃんの絵とか、はい、そういうところとか、それからその例えば銭湯とかちぶさとか太ももとか、自分のじゃなくて人のでしょ、それは大体多分ね、自分のもかな、自分で書いてるから、うん、銭湯の場合どうやろ、人の感じ、結局、うん、何書いてても、うん、自画像みたいな、自画像なんて、うん、なるほどかもしれないな、うん、っていうのは人とも話してたんですけど、うんうんうん、だ銭湯行っても自分描いてたわけ。まあ自分の見えてるものを、うん、まあそういう意味でのね、繁栄っていうか共存みたいなものとか描いてるってこと。そうですね、うん、ちょっと一つ質問やねんけど、はい、デンマークの人に最初自分の銭湯の作品って多少説明したわけかな。はい、するよね、一応この作品なんですかって言われたと、はい、出したら。でも向こうの人は結構なんか何を描いてるのかよりも、うん、色とかその、うん、調子とかに、うん、形とかに興味を示しますね。なるほどね。だ別に銭湯をデンマークの人が知らんでも、うん、それはもう全然関係なしに受け入れてくれたってとこあった。その辺はい、深くは聞かれなかったですね。うんうんうん、私がこれとかうん、ピエタをこう、うん、前回の作品ね、はい、蛇腹みたいにしてるんですけども、うん、そっちのドローイングもピエタと自分の家族とか自分の飼ってた犬とかをなんかミックス して、うん、その描いてるんですけども、まあデンマークの人もやっぱりキリスト教国やし、うん、そのなんかそういう宗教的なモチーフを私がそういう風になんか、うんうん、扱うっていうのはなんかちょっと抵抗があるんではないかなと思ったりもしたんですけども、うんうん、まあ書いてたらこれがいいって言って、うん、村に寄贈してくれっていう風に言われた作品があるんですけど、うんうん、全然モチーフというか本当に、うん、なんでって言ったら色が綺麗とか綺麗なんかあ格好がいいとか
綺麗とか、そうですね、もう本当に視覚的に見てるみたいですけど、純粋に視覚的に見てるってことよね、はい、ただその銭湯の時に使ってたそのショッキングピンクは、あのポーランド人のアーティストが、なんであなたはこのピンクをよく使うの、私にとってはピンクっていうのはスチューピッドな色なんだけど、でそのバカっぽい色っていうことで、安っぽく見えるってこと渋い色ばっかり使ってたんですけど、それでなんでって言われて、私はその時はちょっと英語では説明できなかったんですけど、まあ選び方としてはその反動みたいなのがあるかな。反動っていうのはどういうことの反動？反動、ピンク選んじゃいけないって言われてた反動そういうのに近いですね、あのやっぱり洋画で入ってきて、その西洋絵画っていうのはすごいなんか深い色でこう渋い、なんとも言えへん色、淡い色に、淡いとかわけわからん色にしないといけない、本色してっていうので入ってきてるから、ショッキングピンクとか使われへんもんね、普通学校ではなかなか。そうですね。なんであかんのみたいな、まあ、子供っぽいところからも選んでいるところはあります、ね。でも初めからピンクだったわけじゃないでしょ。あんまり初期の方はわりかしもうちょっと暗い色じゃなかったですか。初期の方は、グレーとか。かそうですね。ね、なんか自分の思ってる洋画らしさみたいな、油絵らしさとかこう芸術ってこんなもんみたいなのの中の枠の中に入れようと入ろうと思ってるから、あ、なんか関係なくなってきた。なるほどね。なんかちょっと最近はそういう意味で、まあ今回もそうだけど、いろんなモチーフが混ざってきてますよね。これもレダとかもいるし、一応ここの作品は全てデンマークの跡っていうわけじゃないのよね。そうですね、これデンマークの跡で、それもそうですし、それはそのデンマーク行く直前に、あのキャスのグループ展で、あのカバー展っていうのが、レダのね、ありました。でそれでそのセザンヌのレダっていう絵があるんですけど、それをカバーしたものに手を加えたものです。カバー展、向こうはあっちですか、あれもレダです。あれもレダなんだ、はい。じゃあ結局こっち半分はデンマークに行く前の作品で、こっちからあとは後ってこと、まあそういうふうにも取れる。あんまりそこまで考えてなかった。結構つながってる。それは当たり前やね、自分やから。そのカバー展っていうのも、デンマークにも、持っていきました、その作品を。作品じゃなくてその自分の資料ですね。例えばセザンヌのレダーとか、自分の元の資料ね、作品を作るために。大水浴とかの、あの図像とかも持って行って向こうでいじったりをしてましたし、なるほど。じゃあいろんなことを並行してデンマークでやってたわけですね。まあどれが一番こう入れるかなと思って、結局まあ、銭湯もカバーもやって、それで、まあ、いきなりこう、ハッとこう降りてきたのが父だったんですけど、なかなか面白いと思ったけどね。これは私はうちの父に行ったかっていうところで一回しか見てないっていうのも面白いよね。毎日見に行ったんかなと思ってたけどそうするとまたなんかこうね、牛はだけどその辺にいっぱいいるんでしょ。結構ちょっと歩いたら牛に会えるんでしょ。はい、牛に会えます。その農場はちょっと離れてた。ホルスタインの農場はちょっと離れてたけども、まあ、その辺に肉牛用の牛とか、まあ、イディアルね、さっきの写真みたいな。馬もいるし、羊もいたし、羊もいる。もうその辺にすぐあのカモシカみたいなのもいるの。シカも、はい、近くのあの森に野生の鹿の群れがいて、はい、ちょっと車で走ったらもうすぐにいます。空気も良かったんでしょ。
もちろんね。あとデンマークは紫外線とかどうなんですか？紫外線は強い、結構強いと思います、ね、はい、そうするとだいぶと色の違いが、色が違うでしょう、なんか日本で見てるのと見え方ですか、うん、そういうのはあんまり感じなかったんですけど、うん、うん、絵描きさんの側だったらなんか感じはる人も多いと思うんですけど、やっぱりそこの場で見ると全く全然違う、レンブラントとか見た時に現場で見ると全く違うんだなっていう、日本でイメージしてるのとは、うん、あ、この光が、この紫外線があるからこの光になって、これがこういう色になったんだなっていうところって、ものすごく納得できる部分って何かありますよね。我々はそういう風に見ちゃうのかもしれないけど、だからなんか色って影響を受けない、そういう意味では違うとこいると、それはあんまりなかった。空気みたいなのは影響を受けたかもしれません、うん、なんかその日本でだったら描けないものがやっぱり描けるかな、うん、描けるかな、うんうん、っていうか、まあ搾乳の風景は日本ではめったに見ないもんね、まあ、なんかこれにはいかないもんね、いきなりは。でもそのなんか色使いっていうか、うん、その時こんなシンプルな形で1枚描くっていうのは、うん、行くまではちょっと想像してない、想像できなかったし、うん、あ、私この抽象、うん、まあ、具象的なもの形を持たないものも描けるなっていう感じ、うん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 、だってこれだって牛の搾乳ですよと言われりゃそう見えるかもしれないけど、うん、別にそう書いてなくて、そう言われなければ別に全然違う、全く抽象っていうかさ、うん、なんかどうでもいいわけでしょ、本当にそれこそ、ね、どうでもよくはないけど、うん、そういうなんかもう形にすごい絞られる感じが、うん、私はなんか収穫したと思ったんですけど、うんうん、帰ってきてこの形でこうどんどん形をにこう集中しようかと思ったら結構それが難しくて、うん、あ、そう、思い出せなくなってるの。何か多分邪魔してたんだと思うんだけど、うんうん、じゃあデンマークでは描けたけども日本に帰ってきてもっぺんやろうと思うとなかなか難しかった、ちょっと違ってきた、はい、うん、でやっぱりそうするとそこの場所に行って得たものってことですね、そういう意味では。まだちょっと時間が経ってないのかもしれない、うん、やろうと思ったら多分できるんだと思うし、うん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 、やりたいと思うんですけど、うん、ちょっと今回こっちの方向でバーッと作品ができるかなと思ったんだけど、うん、これもちょっとそういう意味では意外に別にそっちの方向ってわけでもないもんね。そうですね、意外にそっちの方向ってことはないけど、この新作も別に搾乳ではないもんね、これは、はい、違いますよね、明らかに。これはどうなってんの、かなり足とか手とかスワンの首とかみたいに見えるし、なんか、うん、その物体的なものよりも、うん、そういう線一本一本とか、うん、こういう波形みたいな、うん、こういうタッチが、うん、タッチとかリズムとか、うんうんうん、なんかそういうことに近づいてる、もともと自分の絵はそういうのも共存してたと思うけど、うん、その絵の意味とその色ととかが形が喧嘩してるような画面だったんだけど、うん、ちょっと今回すごい大喧嘩というか収集が収集が、でも別に収集がつかなくなってるわけには見えないんだけど、逆にその今までみたいにはっきり例えばこう形が多少まだ見えてる部分がこれはかなり消えてきてるでしょ。そう、うん、そうするとそのデンマークの人たち、デンマークにいてる間に皆さんが言っておられたその形とか何を描いてるかじゃなくて色そのものであったりとか、その描かれてる形でこれがいいとか悪いとかっていう感覚に近づいてるって感じはするけどね、近づこうとしてるというかね、よりね。そう、うん、だからこれは今までの中の分類にはならないじゃないですか。分類って言ったら変やけど、うん、青木真希子ちゃんが今までこうテーマにしてきた
テーマっていうわけでもなかったのかもしれないけどね、今にしてもよ、まあ銭湯で描いてるなとか、うん、足太もも描いてるなとか、家族描いてるなっていうカテゴリーの中には入んないよね、この絵は多分ね、はい、だから多分一つデンマークに行って何かこれから得たものですごい脱皮しようとしてるのかなっていう気配を、うん、まあ、この子も脱皮なんです、うん、脱皮みたいな、うん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 、なんかパッと見た時に受けましたけどねこれだけですね、まだ次はどういくかっていうのがまだわからないね、本人の中では。そうですね、うん、何か大きく自分の中で変わろうかなとかいうのはない？今まではこれは何か見て描いた？これは、はい、あの作ってくから、家庭ではね、うん、そのピエタの映像を、うんこう切ったり貼ったりこう操作したものからまあドローイングして、それからっていうことやけど、どうしてもこうやっぱり縛られるのかな。何？え、これはこういう図柄やっていう。ああ、自分の中でね、うん、まあね、それはどなたにもあるのかもしれないけどだけどそこからどん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 こう自分がこう変わっていくために書き続けてたりするわけでしょ、はい、だからまあこれからちょっとじゃあドローイングをしてですね、うん、そうですねドローイングはもう確かに、うん、やっぱりやればやるほどやればやるほど変わるものはあると気がしますけどね、うん、文章も全くそうやけど、うん、やっぱりなんかこう手慣れてくる部分があるじゃん、手が動き出す部分が、まあそう勝手に手が動いてるっていうのも気持ち悪いかもしれんけど、別に自動初期しろと言ってるわけじゃないけど、うん、やっぱりこうこなしていくっていう部分で変わってくる部分が自分の中に出てくる部分はあると思うね、何を見るかっていうのは。であとその例えば日比野さんが言ってるのもさっきの自分がやっぱりどうしても見たいものとか自分を見るっていうけど、うん、何枚もか100枚ぐらい書こうとかもうそこに強制的に閉じこもってたら、うん、そういう枠の中から自分が出ないと書けなくなるんだと思うね、多分どっかで。だから面白いんじゃないのかって気がちょっと私はしたんだけど、だからどうしても自分の好きなものを選ぶっていうことじゃないところにポンと自分を強制的に持っていく部分が、なんか奈良さんのその100枚のワンゴとかもね、あのあらごめんなさい、中橋さんの方が101枚ワンゴ書いたから、ともかくすごい数書いてるっていうところで出てくるのかなっていう感じが作家さんにとってしたから、ちょっとそれをこう鉄サビじゃなくて徹底的にやってみるとか、うん、それで面白いのも出てくるって気はやっぱりしますね、どうしてもね。で、あとなんか例えばまっちゃん、私なんか記憶にあるのは東京で個展をしてる時に、はい、あの泊まってた家でしょうがないからワインで描いてたやん、絵を。ワイン？ワインかなんか使ってへんかったっけ？赤ワインでなんか描いてた。使ったかな。ワインを絵の具代わりにしてたんでしょ。で、私がちょっと行った時にワインで絵描いてたけど、まあそれでもいいから何でもいいとは思うんやけど、結構私あれがイメージ残っててね、あ、ワインで結構面白い絵描いてんだこの人と思ったんやけれども、それでもいいから、なんかこうそれをやり続けていくことによって多分なんかデンマークからさらに脱皮するものが出てくるような気もするから、うん、そういうの面白いかなと思います、ね、うん、量は本当に書かないとダメです、うん、その書かないとダメっていう、こう状況を作るっていうのも必要なのかなっていう、うん、やっぱまだ今は本当ポツリポツリっていう感じだから、もっとも赤を出すぐらいの感じで、うんうん、たくさん書いた方が、うん、いいのかもしれない、うん、そういうところはね、日常で例えば毎日絵描けるわけじゃないかもしれへんけれども、うん、仕事が忙しかったりしたらね、なかなか難しいかもしれんけれど、でもやっぱりそれは必要なのかなっていう感じがするね。っていうのは自分がそれで何したいかっていうことが、したくないことも含めて、おそらく見えなくてもいいけど出てくるんじゃないかなっていう感じがするから、まあアーティストの方いっぱいいらっしゃるんで、どっちか言ったらアーティストが言う方がいいのかも分からへんけど、それはそういう気がするんね。大野さんどうですか？こっからもうなんかいきなり大野さんに飛ばすんやけど毎日どっちかってやってはるじゃないですか、淡々と、はいはい、作品がね、ある、うん、
僕の場合もやる仕事が決まってるんで、まあ、機械的というかやってますけども、そのドローイングにしても、まあドローイング以外でもそうですけども、なんかこう本来やってないことをね、うん、やってみるっていう、うん、こう例えば、僕はドローイングほとんど書かないですけども、うん、まあ、一度ドローイングって声かけられてやってみると、本来生まれてなかったはずのものをやるわけですよね、必死でね、課題があるとね。それはまだ展覧会目的となると、うん、普段の自分のクオリティまで高めないといけないという、ものすごいプレッシャーで、やっぱりそこまでやらないと出せないわけなんで、ね、でそういうこう、なんていうのかな、条件付けしてやるっていう、普段やってないことをやるぞっていう経験はすごくいいなっていう意識はありますね。まあ、カバー展なんかもそうやろうしね。そうですね、うん、テーマ展というのはそういう意味でね、うん、そのテーマ与えられなかったらもう絶対生み出さないじゃないですか。そうですね、それをやるっていうことで、今度逆にもっと自分の深い本質的なものが自分でまた理解できる、うんうん、そういう意味では面白いかなと思います、うん、面白かったです、うん、カバー展は、うん、本当に。でもなんかカバー展の話してもねでも本当になんかオリジナリティを生み出すのになんかすごい可能性があるなっていうのは感じました、うん、そうよね、うん、デンマークで作家さんがバーッとこう、うん、結構、うん、ね、なんていうのかな、もうオリジナリティっていう感じでオリジナリティって感じやるよりも、うん、そのカバー展から入る方がもしかしたらオリジナリティが生み出し、うん、可能性が、うんうんうん、可能性があるっていうこと、なんか、うん、簡単ではないと思いますけど、うん、なんか、うん、カバーから入るっていうのは、うん、結構可能性があるんじゃないかなっていうのは、うん、っていうか、まあ自分のやってたことがカバーやったんかなっていう感じもするしって、この間私たちも言ってたけどねまあそうですね、うん、それを自覚できる部分があるしっていう仲間さんなんかどうですか、ドローイングはやれあれへんかもしれんけど、ドローイングですか、うん、そうですね、ドローイングしようって言ってはしないね、うん、どっちかって違いますよね、まあでも、やってた時期もあるんですよ、結構。でも中前さんの作品もやっぱなんか自己制約みたいなものを作っていってはる部分があるんじゃないですか。制約、まあそれは、ね、うん、いろいろ考えていうか、うん、まあそれに基づいてやるけど、うんうん、それ以外の、うん、その考え以外の何か、うん、全然違うものを取り入れるようにはします、うん、なるほど。それないと面白くない。面白くない、うん、中前さんの作品なんかもなんかドロイ、中前さんのドローイングかなっていう、あ、全てがね、まあ、全て、うん、うん、全て、まあそう言ったら全てドローイングになってしまうか、なんでしまうけど、違うって、違うかこれじゃないってなんか金でドローイングしてるっていうか、なんかこう金でドローイングしてるって、あれはだけど金が勝手になってね、もうね、まあそれで見て、うん、スケッチしたりするあ、なるほど、ね、はい、できたものを見てスケッチなさい、まあ、観察するのに、はい、あ、書くっていう、書くっていう作業だから、それがドローイングって言えるかどうかわからない、うんうん、だからスケッチ、スケッチですね、あーなんてスケッチの後ろで気持ち的には、うん、そうそう、なんかそう、虹でね、今、うん、サウンドアーティストの方が、うん、ドイツの人、ね、はい、ドイツの方がやってはる ね、 ね、インスタレーションみたいな感じで空間作ってはるけど、うん、彼は僕は彫刻家だけど、これは僕 の、 ドローイングなんだって言ってたね、昨日私も言ったけど、ドーバー海峡のトンネルを、うん、なんだっけ、そう、トンネルをね、ユーロトンネル、スターを通すためのトンネルを、イギリスからフランスまで掘り進んで、うん、ボーイング機でこう掘り進んで、それがなんか日本の三菱かなんかの、そうそう、三菱とか川崎重工が作ったんでしょ、が作ったボーイング機かなんかでこう
間の土をずっとこう掘っていく作業の音とか、うん、あとその掘り出したその砂とか、あの砂じゃない、白亜とかのマテリアルとか映像とかを使って、うん、面白かったですね、あれはなかなか。作ったで、あれは自分はだからドローイングだって言ってたね。そうそう、うん、なんか別に紙に線を引かなくても、例えばこう金を繁殖させるとかでもドローイングといえばね。だけどまあただその前、まあ、あのそういうことじゃなくて自分、まあそういうことなんだけど中前さんの場合はまあ絵描きとしては、まあ、絵描きでしょドローイングをどうするかっていうこととか、うん、その中から今度またこう反動としてこうこっちへ向かう作品とか、うん、まあ、多分この作品この作品ですごく面白いんだけど、そのどっちもの要素をここに込めてる部分が多分あるような気がするんだよね。だから脱皮って言ったんだけど、うん、ドローイングの描いてた要素とかこうまとめていかなきゃいけないっていう要素をこう両方ともエネルギーがあるんじゃない、この作品だから面白いんだろうと思うけれども、そのどっちもこう自分の中でこううまく表現していけるような部分ね、もっとまとめて、これはずっとマキちゃんに言ってるよね、私は何年も前から自分の中でどういうふうにまとめて、じゃあ古典としてどういうふうに見せていくのかって、別に何も私がここで言わんでもいいんですけど、学校の先生やないから。だけどこう一回一回やっぱりそれは大事なことやと思うから、それをこうやっぱりちょっとずつまとめていく努力っていうのは、うん、まあやっぱりそろそろしていかんとまずいやろうと。おそらく日比野さんとかさっきから何回も言ってるのは、それを自分で強制的に持ち込んでるわけですよ、うん、中前さんもおそらくそうやろうと思うし、別に自分でドローイングはしてないかもしれんけど、金を繁殖させるという行為に持ち込んではるわけやし、うん、大野さんもそうですよね、毎日淡々と作るっていう行為に持ち込んではる、うん、そこっていうのが作家にとってやっぱ大きなミソやと思うんですね、うん、でそんな偉そうには余裕はあるけど、私作家ちゃうし、それを このきっかけを得たことによって、なんかちょっとこう変えていくっていうのはきっと ここに来てるってことはですね、私は非常に期待が持てるなと思ったので、頑張ってほしいなという、まあ頑張ってほしいなっていうのもなんなんだけど、頑張ってほしいなっていうふうに期待ができますよということなんだけど、うん、でまあ、あのこれがこれから仕事も大変やろうし、今老人ホームの仕事してたんだったっけ。老人ホームではないです、はい、介護とかの仕事、介護系も、うん、ちょっと重度の障害のある方とかの介助の仕事をちょっと、うん、やってるね、やり始めたりして、うん、すごい体とか触ることが多くなったんで、うんうん、なんか重さとかも感じるし、うん、体のね、うん、なんかすごい、うん、これ、うんうん、それも体みたいなもん、ね、うん、足とか手やもんね、多分どう見ようと思えば、そう、うん、ストレッチャーっていうタイトルつけたんですけど、うん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 、ストレッチャーってあの車椅子乗っけていくやつですね、はい、担架っていうのなんですけど、うん、それでも経済的には似てるよね、テーマすごい、どう似てる、携帯一番向こう側のね形、これね、あ、逆さまにすればこうやれば、あ、うん、似てますね、こうやつね、携帯自体は、うん、その何を書いてるかの無意識に、うんうん、やっぱりその後のなんか潜在的な、うん、そういうのもあるのかな、うん、引っ張ってきてる感じがしますよね、連続してる形とかこうぶら下がってる感じですかね、そうか、それはまあこうやって書いたから上にこうしてるんだと思うんだけど、うん、下からこう、だから横からこう見たら下がってるんじゃないんだけどもともとはそうでしょ、そうです、うん、あ、まや、そう、私さっき横から見てるでしょ来た時に、ね、やっぱりこうつながってくるんやなっていう感じはやっぱするなと思ったっていうところがあるから、うん、だからなんか多分今の仕事とか、うん、それもまあ初めてまだ半年とか1年以内ですよね、1年ぐらい、うん、
でやっぱりそれから得て変わってくるものも自分の中にあるやろうし、うん、まあそれをどう一つのものにねまとめてってくれるのかは期待してるからみんなが頑張ってください、はい、これぐらいで終わっていいんでしょうか笹岡さん。はい、なんか質問はまあないですね。皆さんあのお二人から何かありますか。すいません、遠い。なんか青木さんに質問したいとかいうの。後々またゆっくり。はい。後々またゆっくりっていうのは一番怖いね。大丈夫でしょうか。そしたら一応ちょっと早めかもしれませんが、でもまあ大雑把には終わりましたので、何か言い残したことありますか。言い残したこと、自分から。大丈夫大丈夫です、はい、皆さん展覧会まだ続いてますから見に来てくださいって言っとかないと。はい、見に来てください、はい牛の搾乳風景が見れますっていうのそれからストレッチャーね、ストレッチャーという作品だっていう、このタイトルも今日今初めて聞いたんだけど、実は、はい、なるほどなっていう部分もあるし、なんかその言葉の響きと、うんうんうん、とか感覚的なものがやっぱりちょっと音とか、ね、ストレッチャーのコロコロコロっていう音とか、うん、こう伸びる感じ、うん、ストレッチって感じ、うんうん、そうだね、うーんっていう、なるほど、人間の体がこう、 こういう感じになるみたいな。なるほど ね、 ね。じゃあ今後ここからどう展開するか期待してます。はい、来年どこやるかもやるんでしょ、もって。次ドローイング展やりたいなって言ってますね。じゃあじゃあまあ250枚ぐらい描いてもらって来年まで楽しみにしてますんで、じゃあ頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。